数もいっぱいあるんだよ。夫婦が離れて暮らすことになってからも、一緒に住んでいない親と子供が定期的、継続的に面会その他の交流を保つことを面会交流と言います。面会交流がうまく行われていると、子供はどちらの親からも愛されていると感じて、両親の離婚に伴う様々な変化を乗り越えることができ、長い目で見てより幸せな人生を送ることにつながります。これから子供の幸せのためにどのような面会交流を行っていくのが望ましいか、いくつかの具体例を見てみましょう。ありがとう。わかった。はい。はい。面会交流は子供の幸せのために行われるものです。その日にちや時間、場所などは親の都合で決めるのではなく、子供の予定を大切にしましょう。今月は会議やら出張やらで、その日しか空いてないんだ。でもその日はあの子のサッカーの大会がある日なのよ。初めての試合で楽しみにしてたのに。親と会う方が大切だろう。今回は試合休んで次頑張ればいいさ。親の都合ばかりを優先させてしまっては、子供のための面会交流になりません。子供の成長に従って子供自身のスケジュールも変わるものです。時には柔軟に対応することも大切です。その日はあの子のサッカーの試合がある日だわ。次の週なら大丈夫よ。そうか、じゃあ変更しようか。次の週はこっちが予定入ってるけど、なんとかしてみるよ。面会交流の日にちや時間、場所、内容などは子どもの体調、生活のペース、スケジュールに合わせましょう。子どもの健康状態、学校、課外活動、塾などのスケジュールを十分に考え、子どもが喜んで会えるようにしましょう。いただきます。子どもと会うときには子どもがのびのびと過ごせるようにしましょう。深刻な話やもう一方の親の悪口を聞かされては、楽しい面会交流になりません。お母さん最近仕事がうまくいかなくてね。離婚を経験していると何かと陰口を言う人が多くて、本当嫌になっちゃう。ところでお父さんちゃんとやってる？お酒ばっかり飲んでるんじゃないんでしょうね。子供の気持ちを重くさせるような話や、もう一方の親の悪口は望ましくありません。子供は次第に親の顔色を見るようになったり、自分が責められていると受け止めたりします。あら、そう。運動会で2等。あの子も足早くなったわね。で、この間ね、持久走大会があったらしいんだけど、結構ね、頑張ったらしいよ。運動会で大活躍だったのね。もう少しで一等になれたのに、惜しかったな。面会交流を行っているときは、子どもがのびのびと過ごせるようにすることが大切です。子どもが関心を持っていることや学校の行事、最近の嬉しいニュースなど、子どもが生き生きと話せる話題を作り、親は聞き役に回りましょう。子どもと一緒に暮らしている親から最近の子どもの状況を前もって伝えるなどの工夫があると、よりうまくいくでしょう。もう一方の親に相談することなく子どもと約束をすることは、子どもの気持ちを混乱させる場合があります。分かってる。来月お父さん北海道に旅行に行くんだけどな。ふーん。お前も連れてってやるよ。え、いいの？だってお母さんが泊まったり遠くに行ったりしちゃダメって言ってたよ。大丈夫大丈夫、心配するなって。親子なんだから OK だよ。うん。ダメよ、そんな約束聞いてないわよ。もう一方の親に相談することなく子供の生活やスケジュールに大きな影響を及ぼすような約束をすることは、
子供の気持ちを混乱させたり不安にさせたりします。今度泊まってもいい？お父さんも泊めてあげたいけど、大事なことだから自分一人じゃ決められないんだ。お母さんと相談してから決めような。うん、分かった。子供の気持ちを受け止め、きちんと対応することで子供は安心します。大切なことは、親同士が冷静に話し合って決めるようにし、子供に負担を感じさせないようにしましょう。今日はプール楽しかったね。高価な贈り物や行き過ぎたサービスはやめましょう。じゃーん、この前約束したゲーム機よ。やったー。結局プールの後はゲームだけになっちゃったね。お母さん、ん？別のソフトも買いたいんだけど、お父さんのお小遣いじゃ足りないんだ。そう、しょうがないわね。プレゼントやお小遣いをどの程度どのように渡すのかは、子どもの教育方針にも関わる事柄です。一方の親だけの思い入れで行き過ぎた高価なプレゼントをすることは望ましくありません。今度新しく出るゲーム機が欲しいんだ。友達もみんな買うって言ってるし、僕も欲しいな。じゃあお父さんと相談してみるわね。でもあなたもお小遣いやお年玉を貯金して買うとか、自分なりに考えてみなさい。うん、分かった。離れて暮らしている親であっても、子どもの健全な成長を助ける責任があります。物やお金の渡し方については、なるべくあらかじめ親同士で話し合いましょう。離れて暮らしている親と過ごす時間はかけがえのないものですから、行き過ぎたプレゼントより親子が触れ合う体験を大切にしましょう。親同士が直接話し合わなければならないことを子供にことづけるのはやめましょう。お母さんに今月送金遅れるからって言っといて。そういえばわかるから。うん、分かった。今月お金遅れるってお父さん言ってた。やだ、本当？どうして？どれくらい遅れるって？いつになるって？もうやだ、お父さんお金なんかいてなかった？わかんないよ。親同士が直接話し合わなければならないことを子供にことづけるのは、子供を親同士の問題に巻き込んでしまったり、両親の板挟みにしてしまうだけです。いつも送金ありがとう。あのね、あの子今度お友達と一緒に塾に通うことになったの。それで申し訳ないんだけど、塾費用の分増額してもらえないかしら。ほう、友達と塾か。わかった、考えてみるよ。いくらかかるんだ？夫婦が離れて暮らすことになった後、お互いが父母として子どもの幸せのために協力できる関係になれれば、子どもの幸せに最も近づくことができるのです。大事なことは子どもを通して伝えるのではなく、お互い父母として冷静に話し合うことが大切です。バドミントン楽しかったね。子どもにもう一方の親のことをしつこく聞くのはやめましょう。クレープおいしい？お父さん最近ちゃんと帰ってきてるの？わかんない。お掃除はお父さんきちんとやってる？洗濯物だってためっぱなしじゃないでしょうね。ご飯はちゃんとバランスよく食べさせてもらってるの？子供に相手のことを根掘り葉掘り聞くと、子供はだんだん自分が責められたり、どちらかの味方になるよう求められたりしているように感じてしまいますから、相手への不信感や自分の感情の吐け口を子供に求めてはいけません。お父さん最近貯金を始めたみたい。
すごい。一緒に走ってるの？うん、時々ね。朝走ると気持ちいいよ。いいわね。長く続けようね。うん。子供と一緒に住んでいる親と一緒に住んでいない親のどちらも、お互いのことを子供の親として尊重し、子供がどちらの親にも気を使うことなく、親と過ごす時間が楽しかったと思えるようにしましょう。子供がもう一方の親に会いに出かけるときは、笑顔で送り出すか、さりげなく送り出しましょう。ちゃんと約束を守って時間通りに帰ってくるのよ。あの人はいつも時間にルーズなんだから。ただいま。今日はどこ行ってきたの？この袋何？ねえねえ、お昼ちゃんと食べさせてもらった？子供は親の気持ちや表情に敏感です。一緒に住んでいる親のちょっとした言葉や表情、仕草から、一緒に暮らしていない親と会うことを後ろめたく思ったり、悪いことのように思ってしまいます。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。お土産もらっちゃった。わあ、よかったわね。ねえ、んでる、ケーキかな。今日ね、お父さんとサッカーの試合見に行ったんだよ。子供が一緒に暮らしていない親と会う日には、笑顔で送り出し、笑顔で迎えましょう。子供が相手との時間を楽しく過ごしたことを受け入れることで、子供は両方の親から愛情を注がれていると感じることができるのです。子供が会いたくないというときは、その理由をよく聞いてみましょう。今日はお母さんに会いたくない。何言ってんだよ、行かなくちゃダメだよ。お父さんがお母さんに会わせたくないって思われちゃう。ほら、早くしなさい。子供が会いたくないというときは、何か理由があるのかもしれません。理由を聞かないまま無理に会いに行かせるのはよくありません。逆に、会いたくないという子どもの気持ちをよく聞かないままに、面会交流を中止にすることもよくありません。今日はお母さんに会いたくない。どうして？実はね、父さん家に友達と遊ぶ約束をしちゃったんだ。3時か。じゃあお母さんに相談してみよう。今日早めに切り上げられるかな。うん、ありがとう。うん、わかった。子供が会いたくないという時の理由は様々です。一緒に暮らしている親はきちんと理由を聞いてあげることが大切です。もし子供が面会交流に気が乗らなかったり、負担に感じているようであれば、それまでのお互いの面会交流に対する態度を振り返った上で、より良い面会交流の持ち方について考えてみる必要があります。子供が話した理由を盾にして、面会交流を一方的にやめてしまうことは、新たな争いを生む場合が多いので、まずは親同士で冷静に話し合いましょう。